can only be one true ruler. Yes, only one.触れてない人間にまで崩壊が伝播してなかったか。ヒーローの話をしてはいけない。ルールはルールだよ。自分から謝るまで入れの年で個性も出てなければ不幸になるのは天子自身です。実業家で若くして富を築き上げたねえ天子。ヒーローまだなりたい。僕みっくんとともちゃんに一緒に遊ぼうって言ってね。みっくんが天ちゃんはオールマイトって遊んでくれて優しいからってっていうの僕のこと嫌いだから。嫌いなんじゃないよ。ヒーローは大変だってこと。女の言葉は絶対だから。そう、あなたたちから欲しかった一言だよ。ガキ、おばあちゃんなんだって。ヒーローなんだって。大丈夫だよ。お父さんに内緒で指定ヒーローになっちゃおう。おばあちゃんはヒーローだったんだ。もう立ち向かえる気がするよ。この日はひどく蒸し暑かった。天子、書斎に入ったな。見たな。猫が見たいって言ったよ。あの底からかゆみが湧いた。子供を捨てた鬼畜だ。ねえ、助けに来てよ。僕を傷つけるんだ。
が崩れたの。花ちゃんが崩れた。いや違うか。だよ僕。ジーズ。みんな嫌いだ。笑って暮らせるように。あの時僕は明確な殺意を持ち父に触れた。死ね！途方もない快感が全身を貫く。かゆみはもう感じなかった。誰も助けてくれなかったんだね、志村天子くん。怖かったね。ひどいことだね。ヒーローが、そのうちヒーローが。もう大丈夫、僕がいる。狭苦しくて悪いが、今日からここが君の部屋。何を教えてくれるの、ドクター。はい、さ。君の家族の残骸だよ。誰にも知り得ぬ個性が発現し、その手で家族を殺めてしまった。思い出せるかい？みんなを身につけると不思議なんだ。